まずは施策を加速すること、そして新たな成長の種を探し巻き育てることに尽力いたしようでございます。篠宮和幸さんは愛媛県出身の59歳。1989年に JR 四国に入社し、鉄道事業本部の営業部長などを経て、おととし6月から専務を務めています。旧国鉄の分割民営化後の JR 四国に入社した人が社長に就任するのは初めてです。篠宮さんは会見で、安全の確保を根幹に自治体とともに鉄道会社としてまちづくりにも関わっていきたいと述べました。2020年から社長を務める西牧嗣浩さんは代表権を持つ会長につきます。社長と会長の人事は来月25日に開く株主総会と取締役会で正式に決まります。